広島県山形郡北広島町にある竜頭山の近く豊平ふれあい公園。ここは豊平どんぐり村という名前で親しまれており、10年ほど前から春夏秋冬季節ごとに食をテーマにしたイベントが毎年開催されています。3000人の来場者が訪れた2010年、食のロマン紀行どんぐり夏の陣をご紹介しましょう。北広島町の名産品、豊平手打ちそば。イベント開催中は保存会による打ちたての豊平そばを味わうことができます。このイベントの目玉でもある長さ50メートルのそうめん流し。暑い日、つるっとした喉越しがたまりません。よく冷えたきゅうりやトマトなどの野菜も流れてきます。もう一つの目玉であるうなぎ解体ショー。生きの良い北広島町産のうなぎをその場でさばいて販売しています。また食のロマン紀行では、日が沈む頃から食を楽しんだ人たちを引きつける神楽団による神楽の奉納と、地元の人たちによる盆踊りが行われます。食の祭典のフィナーレを飾る大輪の打ち上げ花火。楽しかったイベントもいよいよ大詰めを迎えます。毎年行われる食のロマン紀行どんぐり夏の陣、見どころ満載のイベントを通して北広島町の食文化を感じてみませんか？